はい、かかとドンおっとっとで猛烈にエネルギーが伝わる感じが中学生は出てきた。小学生も、あなた出てきたな。他の人もう一歩やけど先に進みますよ。今からやる動作の組み合わせで余計におっとっとが出る人もいるから進みます。はい。で、下半身の動きはそうだけど手の動き組み合わせない、組み合わさないとシュートにならないね。はい、手はキャインと同時に、キャインと、コマネチはもうしないよ、手も使うから。キャインと同時に巻き込む、はい。そう。それでちょっとコマネチ作って、午前中覚えてる？巻き込んだのを突き出す。せーの、ドン！はい。そこ、その場で何回か。せーの。そう。隣の人、よし、できてる人、できてる人はね、手勝手に開いていくから、隣の人叩かないように、ちょっと間離れて、はい、隣、こっちの間離れて、せーの。そう。ちょっとやってみる、やってみる、そう、いいよ、やってみなさい、やってみなさい。はい、せーの、はい、ドン。そう、やってみなさい。よし、OK、はい、連動するよ、もう。下半身の動きはもうこれだけです。ホワイトボードも下半身の動きはスイープ&スウェーで項目一つだけだったじゃん。けど重要なんだよ。これ下半身の動きはもうこれだけです。あとは手との組み合わせでうまく連動さすよ。でイメージはね、イメージは下半身でドーンしたらこういうエネルギーが伝わっていくやん。こういうエネルギー、こういうふうにここからエネルギーが波打ってる感じ、わかる？伝わってる感じ。これダンスやったらシュートうまくなるよ。こういうふうにエネルギー、そのエネルギーが手に伝わる。そのエネルギーが手に伝わる。手は午前中やったじゃん。ちびっこ OK？ 手は午前中やったよ。で手だけで飛ぶようになったでしょ。でこの下半身のエネルギーを手に伝えたらもっと飛ぶようになるはず、なるはず。 OK？ 理屈はそうで頑張ってマスターするぞ。でかかとドーンでね、まずまだこれこれこうじゃなくてこうドーンドーンドンドン、ちょっと時間差作ってやってみよう。はい、やってみよう。そうそうそう、ドンドンドンで溜めとけ、ドンで溜めとけ、ドンドン、はい、そうそう、いいよ、タイミングそれいいよ。はい、やってごらん、やって、タイミング合ってきたらいい。ちびっこはボール持ったら逆に分かるから、はい、何回かやって、よし、あ、いいよいいよ、最初はそれでいい。で、はい、そうしたら腕だけの時に打って投げて、その後手どうしろって言った、開く。よし、じゃあ出てきて、まあこれ こうでいいか、こうでいいか、はい、いくよ、はい、ドーンでやって開いてごらん、思い切って、せーの、ドーン。おっとっとが猛烈にならなかった、今までより、 手なしより、そういうこと。下半身の連動で、あ、下半身の動きだけでおっとっとが出るんだけど、腕を連動させたらもっとおっとっとが猛烈になる。ということはこれ鶏と卵の話で、というおその結果が猛烈なエネルギーがいくということは、実はこの時も手を連動さすことで動きが、動きじゃない、スピードが速くなってんだ。理屈はそう、理屈はそう。ほんでちびっこはかかとドンと手の連動がうまくいって手を開いたらおっとっとが今までより強烈になる。
そう思ってやってください。隣でぶつからないようにその場で、はい、せーの、隣にぶつからないようにその場で、はい、ドン。そう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 、中学生うまい、中学生うまい。でやっぱあなたが猛烈にうまいわ。おっとっとで行く量が違う、はい、せーので、ちびっこ真似してごらん、ドン。おお、オッケーオッケー。おっとっとでこけちゃうのはいいこと、ただし事故には注意しろ。オッケーオッケー、はい、やってごらん。お腹突き出すんだ、せー、ドン。そうそう、はい、畳んだものをパンチ、パンチだよ。そうそう、パンチだよ、パンチだよ、はい、せーの、ドーン。そうそうそう、ドーンでこう胸開け、はい、やってみろやってみろ。ある程度手はね、ボール持ったら治るから、ボール持ったら治るから、はい、ちょっと繰り返し、はい、ドーン、ドーン。よしよし、オッケー。じゃあちょっともう一回、はい、片道でいいから向こう行って、うん、片道でいいから、はい、さっきの足だけよりおっとっとが強烈になったら正解です。 手パンチして開くを入れて進んでいこう。前出て下がるんだよ、せーの、ドン。そう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 こけるのは OK よ。こけるのはヒップヒンジが使えてる証拠、 OK。 そうそう、いいよいいよいいよ。それシュートの時もその動作組み合わせるんだから OK。ただ事故には気をつけろ、事故には気をつけろ、はい、頭打たない、はい、もっと思い切って突き出せ、思い切って突き出せ。そうそう、いいんだよ、あーって言うけどいいんだよ。それが向こう行った時ぶつからないように気をつけろ。そう、はい、手を組み合わせるよ、手を、はい、ちょっとちびっこが終わるまでちょっと待ってて、はい、最後までやろう、最後までやろう。オッケー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 。ストレートアップストレートダウンじゃなくて、かかとドンと同じヒップヒンジ使って前に着地するけど、おっとっとでこうここに倒れ込んでいくね。そういうの実際何回もあります、何度も目にします。ということは世界最高峰の NBA 選手も動き、その動きで打ってんだ、わかる。ほんで変な動きじゃないの。なんでこんなおっとっとなんてかかとどんなって変な動きしてるかと思ったけど、変な動きじゃないの、わかる。でこの動きを腕の動きね、午前中レッスンした腕の動きに組み合わせていくぞ。